あなたはここにいていいのよ。ナルト。なんだ。どうしてこんなとこに人が。それに、なんで俺の名前を知ってる。そっか。そうよね。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。まさか。もうわかった。お前、キュービの正体だな。なんという野蛮な笑い。女に化けて俺を騙すつもりだったな、キュービの。違う手まで。いってあ、つづはつく。いきなりどついちゃった。ったく、何なんだってば。手番ね。生まれつきせっかちで早口だから、つい変な口癖がついちゃって。出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。じゃあみなと何も言わなかったのね。もう、まったく。そう、私はあなたの。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。てばよ、か。やっぱり私の子供ね。わしをここまで縛りつける、この忌々しきチャクラ。屈しな。母ちゃん。ん？何でもないってばよ。ナルト、お父さん、ミナトにはもう会った？父ちゃん？父ちゃんなら前に出てきてキュービの暴走を抑えてくれたってばよ。あん時もすげえびっくりしたっけ。そう。そういや、母ちゃんはなんで。ミナトはあなたがキュービの力をコントロールする時のために、私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。そうだったのか。何？さっきから私の顔に何かついてる？そういうんじゃなくて、母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど、顔は私に似ちゃってごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら俺ってば美男子ってことだろ。それに母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろんあなたのお父さんよ。はあ、そういうこと。何が？あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？なんか恥ずかしいってばね。あ、てばねって言った。興奮してる。こういう時は動揺って言うんだってばね。また言った。私とミナトが初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時。私はタザトから引っ越してきた身でね、アカデミーに転入してきたのよ。その時に私とミナトは一緒のクラスになった。私から見たミナトの第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね。里のみんなに認められる火影になりたいって夢を語ってたけど、
私には冗談に聞こえたっけ。なんで？父ちゃんってばすっげー強そうなのに。そうね、けど私はまだ若くて何も分かってなくて、ミナトを見くびってた。ある事件が起こるまではね。ある事件？私は自分の赤い髪が大嫌いだったけど、その事件以来私はこの髪が好きになったの。何があったんだってばよ。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。母ちゃんがさらわれた？突然のことで大した抵抗もできず、私は彼らに捕まり雲隠れへと連行された。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれて、もうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、ミナトが唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。その時のミナトはとても立派な忍者に見えた。夢を叶える人だと思わせてくれた。私を変えてくれる人だと思った。この大嫌いだったただの赤い髪は、私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何よりミナトを大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？え？ナルト、あなたを愛してる。愛してる。なんだろう、安心する。それにすっげー嬉しい。こいつ、力が溢れる。いける。この勝負俺が勝つ。戦闘開始。サブル今よ、やっちゃいなさい。
瞬の術。くらえ、螺旋超多連弾。その力どこだ。今が攻め時だ。されている。キリ。ガキが。まだこんだけの力が。やっぱすげえやお前。でもこんな陸道の己ナルト覚えている。おめえを悪いようにはしねえから、少しの間待っててくれ。やったわねナルト。うん、ん、母ちゃんは今これで港のところへやっと行ける。うん、でも行く前にあなたに言っておかなきゃならないことがあるの。え？ナルト、あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。16年前の真相？私はあなたの前任の人中力、まずはそこからね。キュービの人中力だった。母ちゃんが？そう、私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは、ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた？それに器ってどういうことだよ？渦潮隠れは封印術を得意とする一族でね、木の葉とは特別に深い関係にあったの。そしてその一族の中でも私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんがキュービの器に決まったってのか？そうよ。だよそれ、
なんなんだよそれは。それじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻水戸様が教えてくれたの。私たちは九尾の器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえ九尾の人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった。もう、ナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ、何？16年前に木の葉を襲った九尾の事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんが言ってた。それなのになんで母ちゃんが九尾を持ってたんだ？父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、港は時間が足りなかったのね。確かにそう、16年前に里を襲った九尾はその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私が九尾を封印して持っていた。じゃあなんで？その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を？人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われて九尾を奪われた。封印が弱まる唯一の機会、何だってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし、出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために、美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にあるの。16年前の10月10日、私は三代目様の命のもと、里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けて九尾が出てきてしまった場合のことを考えての処置。港も出産には立ち会ってくれることになって、準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。